駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸ですね。今日も書いてます。日本懐かし遊園ゲーム財源でーすで、ね、今回はというと、こちらのインディアナ500の修理風景を動画で紹介してみたいと思います。今からね、1ヶ月ぐらい前ですかね、まあ、この機械がね、まあ、調子悪くて、このね、修理風景を動画で紹介しましたよね。その時は、メイン基板をね、いろいろ調べて、まあ、怪しいコンデンサーがあるんで、それ交換してみたんだけど、まあ、治らずってことですね。でね、まあ、今回はその続編ということで、リベンジ編ですね。まあ、今回は治すことができるのかどうなのか、ということでね、まあ、まずはね、症状の方を確認してみましょうか。払い出しがね、まあ、不安定ってことで、当たった時のね、当たり枚数がね、ちゃんと出る時と出ない時があるということでね、まずはね、症状の方を確認してみましょうか。まあ、これでね、どっかしら当たるんじゃないかと思います。このゲームは、6、3だから9ってことで8枚。これね、本当はね、8枚出すべきなのに、2枚しか出ないってことなんですよね。まあこれがね、ちょっとね、腹出しが不安定ってことなんで、まあ前回もね、それを修理しようとしたんですけど、まあ、なんなかったんですよね。ということでね、今一度、今回はね、バッチリ直すつもりでチャレンジしてみたいと思います。チャンネル登録でござる。それではね、今回もこちらのテスターを使って故障箇所を探り出したいと思います。ではね、機械も開けてみましょうか。さあ、じゃーん。前回ね、見せたと思うんですけど、一応ね、まあ、ざっくり説明すると、これがね、メイン基板ですね。大きいのがメイン基板ですね。こちらが電源基板ですね。あとこれがね、トランスとか、まあ、これがね、払い出しユニットですね。でね、まあ動作としては、でこれで、まあ、当たるとね、この当たった枚数分、このね、それの色が作動して、当たりの枚数を出すわけなんですけど、8か。8だから、これ、今、1回しかね、これ、それの音、引かなかったんですけど、本当は、8枚なんでね、4回、1回ごとに2枚出すんで、4回ガッチャン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 ってやるわけなんだけど、これ、1回引きっぱなしになっちゃうんですよね。なのでね、まあなんかね、まあ故障してるってことなんですよね。ではね、このテスターでね、まあ前回の動画の終わりでね、まあその時はこのメイン基板のね、このコンデンサーを交換したんだけど、次はちょっとね、この電源基板周りもね、ちょっとチェックしてみようかなんてことを言ったと思うんですけど、まあ今回はね、やっぱりこっちがね、怪しいんで、この辺をね、中心に調べていきたいと思います。じゃあ、スタートしましょうか。からは、作業動画になりますんでね、うん、あんまり喋んなくなると思いますんで、
なんかちょっとね、怪しい部品があるんですよ。今つながってるのがね、この腹やしの方のソレノイドにつながってる部品なんですけど、なんかちょっと怪しいんですよね。ちょっと基板外して見てみましょうか。これが、電源基板ですね。で、これが、この部品が、フォトカプラーなんですよ。で、これが、こっちから入力信号が来て、で、このね、入らだしのこう、まあ、信号が行くんですけど、この信号がね、こっちに、これが、この、部品なんですけど、これがなんかちょっと怪しいんだよな。なのでね、試しにちょっとね、この部品が怪しいんで、ちょっとこの部品交換してみましょうかね。いいのでござる。それではね、電源基板上の容疑がかかったパーツをね、交換してみました。これね、綺麗になってますね、この部品ね。実はね、でもね、これね、新品じゃないんですよ。トライアックっていう部品なんですけど、これ新品のね、ストックがなくて、ジャンクボックスの中にあったね、掃除機の基板についてたトライアックをね、外してつけちゃいました。まあこれでね、多分大丈夫だと思うんですけどね。じゃあ動作確認いきましょうか。ね、ワクワクの動作確認ですけどね。さあ、動作するのかどうなのか。何せね、部品取りしたやつなんでね。仮止めでもいいか。とりあえず、とりあえず仮止めでいきましょう。動作確認なんでね。さあ、これで動作確認です。電源オン。電源入りました。さあ、じゃあメダルがちゃんと払い出せるのか。リベンジは果たされるのか。スタートしました。さあどうだ。ドキドキのガチでね、まだ動作取りしないんでね。さあどうだ。あ、リタイアだ。早く結果が知りたいのに、こんな時に限ってね、外れという。ちょっと盤面開けたんだね、分かんないですね。さあ次はどうだ。メダル出るか。あ、出た。よし、あ、出た出た、出ましたね。ちゃんとメダルか、届いてきた。ガッチャンガッチャンってなったから、また外れたな。さあどうだ。4だから、24枚。さあ、24番出るか。さあ、ちゃんとガッチャンガッチャンやったから出てると思う。さあ、運命の係数です。24番あるか。
24枚バッチリやりました。いやー治った。いやよかったですね。やっぱリベンジ成功してよかった。いやー前回ね1ヶ月前にやった時はコンデンサー交換してね、治らなかったんだけど、今回ねやっぱね、前回電源基板次チェックしてみようかなと思ってねやって、このねトライアックっていう部品を交換したらねバッチリ治っちゃいました。よかった。いや2回目でね直せてよかったです。今回ね部品直したんでね、まあ、この動画見てね、グッドボタン押してもらえるとね私もね、今回ね喜びますんでよろしくお願いします。ではね今回このね、インディアナ500がね部品直ったってことでねよかったです。またね他の機会もね修理した動画紹介しますんでねよろしくお願いします。ではバイナラランナーイバじゃんけんタイムでござる。いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン。バーイ。